なぜそんなふうに私を見るあ私はまた何かしでかしたのか怒っているのか怒ってるならいたたたたたた <laughs> そう<あ>そうやって耳を引っ張ればいいあ、っやだやめないで。 今月が何の月か知ってればってう知ってるよ1周年でしょそんな大切なことを忘れるわけがないん知っていたなら何でもっと早く言わなかったのかってそれは忘れているのは君の方だと思ってたんだ だとすれば君にとっては大して重要じゃないってことだしだから言わなかったんだよえ君にとっても重要だった <laughs> ありがとうなけど君は私が忘れてると思ってたでしょう私が君のことを どれだけ気にかけているか分かっているくせにがっかりだあいや違う自分にがっかりしてるだけだ君への献身的な姿勢をきちんと示せていないってことで私はまだ君に届かない <laughs> その頭を撫でてくれるのは私がよく頑張っているという意味 時々やりすぎだと思ってる君のためならやりすぎなんてない何度も言ってるけど君に言われれば全宇宙の上に君を乗せることだってできる結局君が私の宇宙なんだ君は私の全てなんだ君に出会えたのは幸運であり奇跡だ 君がいなければ私は完全に消えていた文字通り君のおかげで私は生きている君がいてくれないとどうしていいかわからない君がいない人生なんてもう考えられない <laughs> 1年たったけど 私はもうとても恵まれていると思っている。生まれてきてくれてありがとう。